図繁用種族フラグマイツは、稲科の植物群の一つ。高く茎が伸び上がり、比較的幅広い葉をつけるもので、いわゆるヨシを含み、他に三種ほどがある。背丈が高くなる多年生の双本。地中、あるいは地表に匍匐形を伸ばす。葉は、幅が広くて扁平になる。果樹は、茎の先端に生じ、大柄な塩水果樹となる。 コボの構造図版コボは3から7個の小花を含み、5個の小花の軸には長い絹毛,毛を生じ、またその基部には関節がある。2つの方 A は長さに違いがあり、第1方 A は第2方 A より短く、第2方 A も小花の森 A よりは短い。森 A は幅が狭くて先端は細長く伸びて尖り、毛はない。内 A は森 A よりはるかに短い。 小花は、基部のものほど大きく、先に向かって、小さくなる。第一小花は、優勢あるいは中性で結実せず、第二小花以降は、両性下で粘性がある。俗名はギリシャ語の、垣根を意味し、これはこの植物の茎を、垣根の素材としたためか、あるいは溝に沿って生えて、垣根状になったからかと言われる。世界に広い分布があり、熱帯域から冷温帯にわたって分布する。 現在では、本属の種は4種とされるが、その分布域のほぼ全体にわたってヨシが分布し、他の3種はその内側の一部を分布域としている。池や沼のほとり、河川の岸辺など、水域の周辺に生育し、川口域の塩分濃度のある区域にまで広がり、捕復系を伸ばして大きな群落を作る。ヨシ族は、断畜赤断畜連に分類されている。 最も分布域が広いヨシピオーストラリスは、その変異も幅広く、様々に細分する説があったが、現在では一つの種とされている。それを含め、現在の判断では、以下の4種が本属に含まれる種である。ただしこれらの区別についても問題はあり、ランバティーニーエトールによる分子系統の情報によると、生高ヨシは単系統が認められるものの、 それ以外の種については問題があるようである。鶴吉に関しては単系統と認められるものの、吉の系統樹の中に収まってしまっており、これを認めると吉の方が側系統となってしまう。今後さらなる研究の待たれるところというようである。なお、四種の中では、聖高吉が最も系統樹の基盤近くから分岐したものとなっており、この種が、 祖先的な位置にあると見られる。極めて広範囲に分布し、水際に大群落を作り、丈夫な茎を作ることなどで、環境要素、素材としての利用など人間との関係は極めて多岐に、渡る。その主たるものは良しに関わるもので、その種の記事に詳細が記載されているので、ここでは省略する。以下、種として、初島 P668 園芸植物大辞典。 P2653 園芸植物大辞典 P2653 以下ランバティーニーへ通る園芸植物大辞典 P2653 以下ランバティーニーへ通るありがとうございます